大門。言うまでもなくヤクザ組織を象徴する団体章である。だが会社の社章、学校の校章などと趣をことにするのは、それが組織を認識する単なる図案ではなく、家族制度を真似た親分子分関係というヤクザ組織特有の結束の強さをも表している点である。つまり大門とは一族の家紋にも等しい意味合いがあるのである。さて、家紋とはどういった由来があるのだろうか。我が国の家紋は武家社会との関係が深いと言われている。鎌倉時代、戦場にあって敵味方を識別することが急務となり、武士たちがこぞって上りや旗に家の印をつけ、その存在を明らかにさせるようになった。これを鬼門という。さらに戦国時代になると、全国の有力武将たちは鬼門をさらに発展させた家紋を用いるようになった。やがて武家の紋章はテレビドラマでもおなじみの通り、紋所を示しただけで庶民や侍たちがひれ伏すほどの権力の象徴となっていったのである。同じようにヤクザ組織の大門にも、それぞれの一家や組を起こした初代の生い立ち、歴史が色濃く反映されており、それを示すことがすなわち組織の権力を象徴するものとなっていると言っても過言ではない。平成4年に施行された暴力団対策法、その第9条では、指定暴力団の組員が暴力的要求行為をする要件として、指定暴力団などの威力を示すことと規定している。この中で威力を示すという具体的内容の一つに、指定暴力団のバッジ大門をことさらに示す行為が含まれているのである。つまり法律でも裏付けられるほど、ヤクザにとっての大門の威力は強力なものと言えるのである。です。実力プロジェクト893 WX ヤクザの全貌、日本の任侠史に残る伝説の親分史を紹介しております。このシリーズ、今回は九州の地を舞台に活躍した大侠客の面々をご紹介していきたいと思います。九州男児といえば物おじしない男臭いイメージで語られ、私も憧れを抱く代名詞の一つです。その男の中の男こそが、まさに今回ご紹介する親分衆と言えるでしょう。まずご覧いただきますのは、この人を置いて九州ヤクザは語れないと言われる吉田磯吉親分です。我が国最大の丹田を抱える福岡県筑豊地方、ここでは丹田から石炭を積み下ろしする門司港までの遠賀川沿いに特色ある文化圏が形成されていた。沿岸は川筋と呼ばれ、非常に気性の激しい土地柄を表した。また筑豊の風土と人情を象徴する川筋気質は、キビキビした竹を割ったような性格を好み、宵越しの金を持つのが男の恥であるという
荒々しさをそのままに示すものだ。多少泥臭いが、見えっ張りなところなど、火事と喧嘩は江戸の花という江戸っ子気質と似ているところも多い。当時から喧嘩、博打、酒が川筋に咲く三つの花と呼ばれ、そうした荒々しい炭鉱夫の労務管理のために筑豊にはヤクザが跋扈する土壌が生まれたのである。筑豊出身のヤクザは川筋ヤクザとも呼ばれている。慶応3年5月、吉田磯吉は恩賀川のほとり、福岡県恩賀郡芦屋町に生まれた。吉田家では当時大黒柱である父が早くに死んだため、一家は窮貧生活のどん底であえいでいた。その中で磯吉は15歳まで鶏卵や魚、野菜などの行商をしながら家計を助けた。16歳の時、吉田に転機が訪れる。川平田と呼ばれる恩賀川の船頭になったのである。川平田とは、船底が平らになった石炭運搬船のことで、船頭一人で一艘を操る。明治に入り、最盛期には8000艘の船が恩賀川流域にひしめいていた。流れ物や山師も多く、酒や女、喧嘩、博打に明け暮れる荒くれ者ばかりの世界である。吉田は遊郭に嫁いだ姉の援助でたった一艘の船を手に入れた。夏はふんどし一丁、冬はどんざをまとって炭鉱から掘り出される石炭を河口まで運搬する。死と隣り合わせの重労働である。船頭として強靭な肉体と度胸を身につけた吉田は、天性の統率力を発揮し、25歳の頃には数百人の船頭を率いる大兄貴分に成長していた。明治29年、30歳になっていた吉田は若松市、現在の北九州の遊郭に嫁いだ姉が経営する貸座敷大吉郎を手伝うようになる。九州一円のみならず、関西地区に至るまで遊郭で働く女を買いに出かけ、この頃から大阪や西日本一帯の親分たちと親交を深めるようになった。折しも若松市では大小のヤクザ組織の勢力争いが絶えず、警察も手に負えない状況が続いていた。荒廃する一方の若松を平定するため、カリスマ的大親分の存在が必要とされていた。抗争は吉田にとっても無縁ではなかった。当時若松一帯で80人の子分を抱える顔役だった江崎万吉は、新興勢力の吉田に果たし状を突きつける。明治33年2月のことである。当時吉田のもとにいた子分はわずか8人だが、吉田は物おじすることなくこの挑戦を受け入れたのである。10分の1の戦力という不利な状況の中、
子分8人が汽船を制するため江崎邸に切り込んでいく。10倍の敵を相手に互角に戦い、ついには勝利を収めたのである。この決闘の後、若松の親分たちは次々と吉田の軍門に下り、親分吉田の名は若松のみならず九州全体へと知れ渡るようになった。武闘派としてその名を全九州に知らしめることとなった吉田磯吉親分ですが、本当にその力を見せつけることになったのはこちら国会の場でした。ヤクザと政治家、現在では全く無縁と思われる両者ですが、戦前の日本においてその関係は密接なものがありました。当時の政治家たちは政敵を追い落とすためにありとあらゆる手段を使い、暴力を背景にした政治力もまた戦前の政治家には欠かせないものだったのです。大正4年3月吉田は中央政界に打って出る。地元福岡の政友会系古参議員野田宇太郎を選挙で破り、吉田は見事最多得票で当選を果たしたのである。時あたかも政友会と民政党の二大保守政党が激しくしのぎを削る時代である。侠客が中央政界で議員バッジをつけたのは吉田が史上初のことである。これ以降の日本では政財界とヤクザの癒着が伝統となった。任侠議員としての吉田は民政党系政治家として他の議員が手を焼くような問題の解決に当たった。その一つが優先会社事件である。与党政友会をバックにした時の原敬内閣は海運事業を牛耳る優先会社の利権に目をつけ、会社乗っ取りを目論んでいた。そして優先会社の株主総会に多数の右翼団体メンバーを潜り込ませ、総会を流会にさせようと画策したのである。優先会社の危機を察知した元老山形有朋は、このままでは国家100年の大計に支障すると事態を案じ、国家主義的な政治団体現用者に相談を持ちかけた。そして現用者の杉山重丸が即座に白羽の矢を立てたのが福岡の名優吉田磯吉だったのである。山形有朋から大役を任された吉田は、よろしゅうございます、吉田磯吉、命にかけてお引き受けいたしましょうと述べ、地元若松から兄弟分や子分4、500人を瞬く間に東京へと呼び寄せた。そして単純や日本刀で武装した屈強な男たちが優先会社の総会に備えて張り込んだ。それに恐れをなした政友会は右翼団体員を送り込むことを断念し、和睦を申し入れたのである。吉田の完全な勝利であった。吉田は政党間の対立で活躍しただけではなく、労働争議の介入も得意とした。吉田が請け負った葬儀は10件以上にも及んだが、ひとたび朝廷に乗り出せば
その全てを解決に導いたと言われる。主なものでは大正15年の朝日ガラス葬儀、長崎の沖中市紛争、福島の入山炭鉱事件などがある。しかしこうした葬儀の介入でも吉田は謝礼金を一切受け取ることはなかった。船頭の親分だった自分の経験を生かして労働者たちと対等に渡り合い、義理人情あふれる仁義を全うした解決法を貫いていたのである。吉田の偉業は17年間にわたる任侠代議士としての活躍のみにとどまらない。若松市では実業家として石炭関係、若松魚市場、運輸関連企業の役員を務め、地元はもとより北九州産業界の発展に大きく寄与したと言われる。吉田の幅広い人脈は政財界のみならず下流界、工業界にも及んだ。伝統的ヤクザ組織の大半が吉田と何らかのつながりを持つとも言われる。吉田が近代ヤクザの鼻祖と呼ばれるゆえんである。昭和11年1月、吉田が70歳で死去すると、会葬には公設にもかかわらず2万人が参列したという。届けられた苦米1200俵、清酒2000たる、花は1004との記録が残されており、筑豊線は回送車を運ぶため臨時車両を特別に連結するなど、空前の清掃となったと伝えられる。吉田磯吉親分よりわずかに時代は下って、九州ではもう一人の名親分が活躍していました。佐賀に上滝一家ありと全九州に知れ渡るほど勢いのある組織を作り上げたのは上滝久太郎親分です。上滝親分の生き様を紐解いてみると、まさに九州男児ここにありといった潔さが伝わってくるのです。上滝久太郎は上滝家の長男として明治6年佐賀で生を受けた。久太郎は三兄弟の長男である。久太郎の生まれた翌年には次男万吉が生まれ、さらに三男徳次が生まれている。当時の上滝家は貧しく、両親は育ち盛りの息子たちを食べさせていくのが精一杯という状況だった。上滝は満足に学校に通えず、年端も行かないうちから働きに出るようになっていた。13歳にして上滝は働き盛りの大人に負けないほどの立派な体に成長していた。しかしいくら働いてもわずかばかりの金しか手にできない上滝は、何とかして両親や弟たちに楽をさせたいと考え、自らヤクザ者になってその親分となることを決意する。上滝は若干15歳で渡世人となり、上滝家の長男として名を辱めないために久次郎と名乗って
自らを長男から次男に格下げし、後継ぎの道を閉ざしたのである。心配。